皆さんこんにちは。こんにちは。マップカメラ YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回なんと世界最速レビューのレンズのお紹介ですね。はい、はい、こちらですね、はい、フォクトレンダーウルトロン 27mmF2X マウントのご紹介です。ついに現物が出るところですね。あのショーケースから出て手元に来ましたね、はい、そうですね、はい、そしてやっぱりこのレンズの一番の魅力っていうのはこの薄さだと思います、はいはい、あの今キャップがあるんですけれども、はい、分かりますかね、キャップと同じくらいなんじゃないかっていう厚みがあります、はい、ですね。キャップを外すとこのような、ちょっとそっと置きましょう、後ろは出てないので、はい、はい、このような感じですね、うん、全長ですね 23.5mm の大変薄い、まさしくパンケーキと呼べるような、はい、そうですね、はい、ですね。しかも 27mm なので40mm、そうですね、F2 っていうこのスペック、はい、はい、まあ、待ってましたっていう感じのスペックですね。そうなんですよ、はい、フォクトレンダーですね、一眼レフの時代からあの 40mmF2 のウルトロンというパンケーキ型出ていたんですが、はい、まあ、それの X マウント版、はい、さらにですね、まあ、専用設計されたレンズとなっておりまして、スナップシューターに向いてるレンズなのかなって思いますね、はい、はい、また今回ですね、形状としてはノブがついてますね。そうなんですよね、我々としてはここは外せないポイントかなと思うんですけど嬉しいですよね。そうですね、はい、このノブって見たことありました？そうですね、フォクトレンダーでは今までこういったノブの形状はなかったかなと思うんですが、そうですね、私も手に取って新しいというか、うん、なんか初めてタイプだなっていう感じがあったんですけれども、はいね、ピントリングがかなり薄くなっているのでそれに対応する形かなと思いきや、はい、この形どこかで見たことがありますね。あのライカ好きとしては、ね、はい、そうですね、はい、はい、あのあね、ズミクロンの 50mm のサードの、まあ、最初の頃ですかね、最初の頃の、はい、あのノブの形、はい、こういう形のノブがあったので、うんうん、なんかパッと見た時にそれを思い出してしまいましたけれど確かに、はい、そういうところの遊び心もすごくいいなというレンズになりますね、はい、はい、先ほどあのキャップ外される時にすごく軽そうに持たれてたんですけれど、はい、そうなんですよ。グラムってどれぐらいなんですか？グラムが 120g、はい、軽い軽い 120g、 レンズですからね。そうですね、レンズで 120g ってかなり軽いですね。確かに金属でできてるんですよ、鏡頭も、はい、うん、あのピントリングも全て金属でしっかりしてるのに、ね、まあ、120g に抑えられている、うん、でレンズに関しては、ね、はい、4分6枚ですね、はい、はい、しかも後ろにこう電子接点までついているので、なんかこのユニットも加味して 120g っていうのは、あ、そうですね、めちゃくちゃ軽いレンズかなと思います、ね、軽いし、はい、あとこれがカメラにつくわけですから、はいはい、カメラ側で何ミリであったり、そうですね、はい、あとは補正が効いたり電子的な情報のやり取りができるっていうことですね、はい、なので、まあ、内容としてもこう本格派というか、しっかり実用にも使えるようなパンケーキレンズになっているので、はい、まさに実力派のレンズっていう感じですかね。そうですね、はい、また最短撮影距離も結構寄れる感じですかね、25cm。 そうですね、はい、25から寄れます。 40mm 換算とはいえ 27mm ではあるので、はいはい、やはり最短撮影距離短いですよね。そうですね、はい、あとその分あのここに振動のスケールあるんですけども、はい、あの被写界振動結構深いです。3メートルから奥がもう無限になるような、はい、今これ3メートルにしてますけれども、はい、そうですね、無限遠にほぼなっちゃうって感じですね。 F8 ぐらいでもう無限になっちゃうイメージですね。そうなんですよ、はい、なので、まあ、F8 に、はい、まあ、晴天時外でのスナップだったら F8 にして、はい、あとはもう押すだけっていう、ね、はい、3メーターにしておくと 1.5 メーターのところから無限遠までもうまんべんなくピントが合ってしまうような感じになるので、はい、まさにスナップ向けですね。そうですね、はい、またあれですね、フォクトレンダーの X マウントのキャップちっちゃくて可愛いですね。あ、ちっちゃくて、そうですね、うん、あとちゃんとフォクトレンダーの V が、ね、はい、このような感じになっているので、なんかこれだけでもちょっと欲しい人いるんじゃないかなと思ったりはしますけど、はい、そういうところもなんかこだわり抜かれているレンズかなと思いますね、はい、はい、またこのレンズかなりフィルターも小さいようなイメージがあるんですけれど、そうですね、はい、まあ、フィルター径こちらですね、はい、43mm ですね、はい、ですね、はい、そしてもうこのままフードもちょっとお見せしようかなと思います、はい、はい、このような感じですね、はい、まあ、富士壺型って呼ばれているフードに、はい、まあ、フードキャップがフォクトレンダーの V が挟まれ て、ね、まあ、メタルキャップですね、ねじ込み式、これもちゃんとメタルで作ってあるんですね。そうなんですよ、金属製のなんかフードとキャップっていうのは結構また熱いですよね。やはりあの所有欲というか、はい、いいですよね、満たしてくれるものがあるので、うん、ですね、こ
これまたかっこいいんですよね。いいですね結構、はい、なんかこの金属のフードっていうのを装着してる時もこの音と、はいはいはい、しっかりはまる感じ、たまらないですよね。ちゃんとフードにもホットレンダーウルトロの27の F2 と刻まれてます、はい、しっかりかっこよく作ってますね。そうですね、本当にデザインを損なわないというか、もうこれでデザイン完成されてるんじゃないかというような形ですよね。それにプラスフードキャップをつけるとどんな感じになるんですか、うん、行ってみましょうか、はい、こんな感じですね。これだけで置いておいてもなんか一つのこう芸術品みたいな感じしますね。こうなるので、はい、V がこう見える感じですね。完璧ですね。完璧ですね。もうじゃあ実際にちょっと今カメラにつけてみて、私それ見てみたいのでお願いしてもいいでしょうか。このまま行ってしまいました、はい、じゃあちょっとこちらですね、私も撮影で使用しました、はい、X-Pro3、はいはい、これあのやっぱり XT5 ですとか最近発表になりました XS20 ですね。そうですね、そこら辺につけてもすごくマッチするようなデザインかなと思いますね。はい、薄型ですからね、はい、このあまたいいですね。あともうなんかこれを意識して作られたレンズなのかなっていうようなイメージもありますね。感じますね、はいはい、座りがいいですね。キャップを外すとこのような形ですね、はい、やっぱりこうレンズに、富士フィルムさんのレンズもそうですけれど、うん、こうレンズに指標が入ってるっていうのはなんかやっぱかっこよく見えますね。かっこいいですね、はい、ダイヤルついてるじゃないですか、はい、X シリーズ、うん、それの指標とレンズの指標が本当マッチしているっていう、うん、このかっこよさですね。またこれの XE4 ですとか、はい、XE シリーズにつけてもコンパクトなのでより機動力があっていいかもしれないですね。はい、ではシルバーのレンズも今つけてみましたけれど、はい、つけてみました。いかがですか。かっこいいですよね、うん、あの私ブラックボディにシルバーレンズって結構好きなやつなんですけど、はい、まあ特にですねこの X-Pro3 があのデュラテクトブラックそうですね、ですね、はい、はい、なので若干ですねあのガンメタルっぽいような、うん、あの色なんですけれども、それでもやっぱシルバーとしっくりくるなっていうような、こう構えた時のノブの位置とかはどうですか。ノブ使い慣れてない方はこれどう持つんだろうっていうのはあると思うんですけど、はい、うん、そうですね、まあここ基本的自由ですね。そうですね、あんまり決まりはないんですけれど、はい、まあ、ブレソンとかこう持ってましたね。そうですね、つまんで持ってたような気がしますね。これもまたおしゃれですよね、ここあえてつまんで持つと。そうですね、こうやるのもありだと思います、はい、あと私とかだとあれですね、指の腹、はい、ね、ところで、腹のところで、はい、そうすると構えてる時もここで開けてできるので、あんまりこう疲れないでやりやすいかなって感じ。あとはこう皆様これ多分ご購入されて使って慣れてくると、このノブの位置で今何メーターにピントが合ってるかっていうのが分かるかもしれないですね。なってくるかもしれないので、はい、なんか最近のレンズってこうずっと回り続けるピントリングって多いんですけれど、うんうんうん、こういうノブがこうついてるフィジカルのものがあると、その位置で何メーターにはピントが合ってるっていうので、スナップの時に使いやすかったりするので、うんうん、そうですね、そういう楽しみ方もできるのでノブがあるといいんですよね、はい、今回のフォクトレンダーは F2 でマニュアルフォーカス、はい、ですが、まあ、マニュアルレンズ使ったことない方ってピント合わせられるかな、はい、どうかなっていうのがあるとは思うんですけれども、ね、うん、先ほど申し上げた通り結構ピント合う幅が深いので、はい、うん、最初ですね無限遠で出かけてもらって、あ、撮りたいなと思ったらそこからキュッと回して合うところすぐ見つけられるかなと思います、うんうんうん、それでは今こうスナップ向きなレンズというお話あったんですけれど、はい、実際にじゃあどんな感じで写真撮れるのか。そうですね、今回こちら富士フィルムの X-Pro3 と、ウルトロンですね 27mm を組み合わせて撮影をしてまいりました、はい、ぜひとも写真をご覧ください。はい、では写真の方を見ていきましょう、はい、まずこちらですね、うん、まあ、最近ハマってる方も多いと思います、はい、クラシックネガ更新をして撮影をしました、はい、F2 の開放ですね、はい、うんうん、ちょっと光の写りというか解釈がどういう風に、はい、あの写ってくれるのかなというのが気になって撮った1枚です、うん、はい、ちょっと和なテイストで。そうですね、はい、さすがやっぱ小品さんやっぱ日本製なので、うんうん、その和なテイスト合いますね。なるほどですね、はい、でもそうかもしれないですね、はい、あの色合いというかトーンでしょうかね、はい、竹はい、笹とかって生えてるところって日陰が多いじゃないですか、うん、そこに光木漏れ日が差して、うん、まあ、ハイライトとシャドウが一緒に映るっていうシーンなんですけれども、あの何でしょう、コントラストの塩梅が絶妙っていう感じでしょうかね、はい、うん、はいはい、そうですね、うん、すごくきつすぎないし緩すぎもしないし、はい、というところ絶妙ですね。そうですね、あと開放なので、まあ、中心部しっかり芯があるんですけれども、やはりこうアウトフォーカスって言ったらいいんでしょうか、はい、前ボケであったり、うん、後ボケっていうのはじわっとにじむような、はい、はい、ですね、印象ですね。
続いてのお写真となります、はい、こちらですね、開放じゃないですね F2.8 で、ね、フィルムシミュレーションはエテルナですね。エテルナはやっぱりこういうちょっとあの暗い日陰って言ったらいいんでしょうかね、はい、うんうん、シャドウが多い状況だとものすごくトーンがいいなっていう、うん、ですね、はい、綺麗な色をしてますね、はい、なんか緑の自然な感じがすごく出てるかなっていう印象がしますね。そうですね、うん、まあ、ピント合わせたのが、まあ、無限遠ですよね、はい、そこで 2.8 っていうことで、うん、まあ、嫌なところといったらちょっと言い方悪いんですけども、そういったところもあまり見えないかなって思います。うん、ですね、甘さと言いますか、うん、ですね、すごく自然にこう視線が奥の方に誘導されていくかなっていう感じもしますし、はい、35ミリ版換算40ミリっていうところのこう画角の自然さみたいなところもあるかなと思いますね、はい、そうですね、うん、やはりですね、まあ、パッと目で見た時に収まる画角なんですよね、うん、あのなので、あ、撮りたいなって思ったのをそのまま撮れる 40mm のレンズだなという印象ですね、はいはい、続いての写真こちらとなります、はいはい、ちょっとバイクをが止まってるのを上から撮った写真なんですが、はい、うん、F5.6、まあ、スナップでよく使 う、 そうです、ね、はい、あの F 値かなと思います。そこをクラシッククロームで仕上げました、うん、まあ、解像感しっかり高いですね。そうですね、はい、しっかりしてますね、うんうん、やっぱりなんかこうちょっと緩いレンズってこういう写真撮った時もまとまらないというか、はい、解像しきらないことが多いんですけれど、うんうん、やっぱそこしっかり解像してコンクリートのこう字ですかね、はい、部分がちゃんと出てるので、はい、すごく解像力の高いレンズなのかなという印象がありますね。そうですね、あと北斗レンダーの独特の色味って言ったらいいんでしょうかね、はい、まあ、もちろんフィルムシミュレーションがかかってるっていうのもあるんですけれども、うん、やっぱりなんかフィルムっぽいような印象を与えてくれる、ね、うん、あの絵作りをしてくれるなっていう、はい、印象ですね、うん、続いてのお写真こちらとなります、まあ、クラシックネガだとやっぱりあのフィルムライクな写りだなというか色味だなっていうのがありますよね。こちら開放で撮影をしました。サビレタベスポ、ね、そうですね、はい、おしゃれなバイクですね。そうですね、なんでしょう、あのすごくクラシックネガのフィルムシミュレーションにはまるレンズだなって思います。そうですね、うんうん、なんかいいですね、北斗レンダーらしさも出せてるし、うんうん、こう富士フィルムのクラシックネガらしさも出れる感じがしますね、うん、はい、そうですね、あとこの青の感じでいい色を出すなって思いますよね。いい色ですね、はい、惚れ惚れしますね、はい、普通に。続いての写真こちらですね、アステアを使用して、はい、撮影を行いました、はい、まあ、だんだん日が傾いてきて、うん、結構強いですね、あの遮光を、はい、逆光で捉えた1枚です、はい、うん、ちょうど階段上から人が降りてきたところをスナップをいたしました、うん、まあ、この光の広がり方、あのアステアを使用しているので、はい、若干ソフトフォーカス気味って言ったらいいんでしょうか、はい、そうですね、あの、うん、ハイライトをパッて広がるんですよね、うんうんうん、それもあってなんか印象的な一枚になったかなと思います、はい、あんまりこう逆光っていうかあのフレアの感じとか変なゴーストが結構でもまっすぐ入れてると思うんですけど、はい、なんかあんまり変に出ない感じですかね。そうですね、光源の他に色がついたゴーストが入ったりとかっていうのはせずに、あのちゃんとハイライトの周辺がファッてにじむような、うん、はい、感じですね。 2.8 ですね、これが。あんまりパープルフリンジとかはなかったですか。そこまで顕著に出てないですね。確かにちょっと映したハイライトの縁って言ったらいいんですかね、はい、被写体とハイライトの縁も色にじみっていうのは感じられないので、うん、なんか結構スッと色が出てるなっていう印象がありますね。そうですね、もっとこうパープルフリンジがこういうシーンだと被写体の輪郭のところ、うん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 、紫色ににじんじゃうレンズとかもあったりするかな。多いですよね、確かに。すごく、まあ、アステアのこう感じもあるのかもしれないですけれど、うんうん、ナチュラルな感じですね。本当にいいレンズだなっていうのは、うん、あの逆光体制も含めあと印象も含めて思いました、はいはい、続いてのお写真こちらですね、はい、アクロスのイエローフィルターの組み合わせで、はい、開放で撮影を行いました、はい、まあ、有名なスクランブル交差点ですね、ですね、はい、で今外国人旅行者の方が多くて、はい、結構撮影されてる、うん、でこの方もですねちょうどあのスマートフォンでジンバルつけて撮影をしているすごいですね姿をちょっと撮らせていただきました。モノクロームにした時もやはり、開放の柔らかさっていうのが効いていて、はい、すごく印象が硬くなりすぎずいいなっていう風な、うん、はい、思いましたね。ですね、
モノクロとも相性がいいレンズですね。いいですね、うん、特にあの髪の毛とかちゃんと一本一本描いてはいるんですけれども、ね、うん、カリッて硬くならずに開放ですもんね。開放なんですよ、うん、なんか周辺もそんなに落ちてる感じはなくて、そうですね、はい、改造します。羨ましいですね、これのレンズが使える X マウントのユーザーの方。いいですよね、ちょっと考えちゃいますね、これになるとそうですねいいなって思います。はい、はい、それでは今お写真見ていただいたんですけれど、はい、もうあの CP プラスであのご覧になられた時からもう大はしゃぎされてたのレンズで実際に外で撮られてみてどうでしたか。はい、やはり使いやすいですね。あのもともと 40mm っていう画角が好きっていうのもあるんですけれども、はい、うん、この薄さと、うん、あと被写界深度があの深い分、はい、ピント合わせが本当秒もかかってない。そうですね、あのパッと撮れるスナップシューターっていうのがあります。はい、あとやっぱりかっこいいですね、見た目がですね、はい、このような形ですね。あの本当にこのレンズのために X マウントっていうのはあのありだなって思います。うん、選択肢として思っちゃいますよね。はい、なんかこういい意味でラフに撮れるレンズというか、うん、まあ、適当じゃないんですけれど、はい、あの気になったものパシパシ撮れる。なんかこう最近だと写真ってピントの精度とか、うんうんうん、なんかこう合焦スピードとかっていうところになんかすごく、はい、あのメカ的なフォーカスされがちなので、うん、なんか撮るときにもやっぱそういうのをユーザーの方も考えて撮っちゃうこともあると思うんですけれど、うん、はい、そこであえてこういうようなレンズ使うとすごくラフな気持ちになれて、うん、それはありますね。なんかパシパシ撮って新しい発見もあるので、うん、そうなんですよね。そうですよね、うん、マニュアルフォーカス使ってないと、はい、ピントが合ってないレンズって没写真っていう感じなんですけど、結構ピント合わなくてもいい写真ってあるじゃないですか、うん、はい、うん、あのそれがマニュアルレンズだと意図しないそういった奇跡的な1枚が撮れるっていうのもあるかもしれないですね。はい、ご旅行シーズンなどにももってこいのパンティティレンズかなと思うんですけれど、肝心の発売日6月の14日、はい、発売予定となっておりますので、はい、あの気になった方ですね、概要欄の方に商品ページ載せておきますのでぜひご覧になってください。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。このマップカメラ YouTube チャンネルでは皆様からのチャンネル登録やコメント、高評価、いいねですね、はい、お待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。また LINE の公式アカウントのですね、お友達登録もお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。